どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 ANA ビザマスターカードから ANA JCB クレジットカードでの切り替え方法解説ということで、今回ねリクエストがございましたので動画ねやっていきたいなと思います。ということで、2022年の5月にですね、 ANA ビザマスター三井住友カードからね発行されているこのカードなんですけども、マイペースリボの特典の改定、またね年会費の割引ね、ウェブ明細使うと割引は受けれますよっていうね制度があったんですけども、まあ、こちらがね解約、まあ、廃止になりましたということで、これを受けてですね JCB カードに切り替えね検討されている方結構ねいらっしゃるのではないのかななんていうふうに思いますので、今回ねこちらについて解説やっていきたいななんていうふうに思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、このね ANA ビザマスターカードのウェブ明細の廃止と、マイペースリボの特典の改定ですね、こちらもすでにね実施がされておりまして、私はですね以前ね ANA ビザワイドゴールドカードに SFC をつけてね運用してたわけなんですけども、 ANA アメックスゴールドのキャンペーンで1回ね ANA アメックスゴールドに SFC つけて運用してたんですよね。でその後今年、まあ、戻す予定だったんですけども、まあ、ビザカードにね戻そうかなっていうふうに思ってたわけなんですけども、まあ、こちらのね解約の話がありましたので、ちょっとねビザカードをやめて JCB のね一般カードに SFC つけてね、今は一般カードでね運用させていただいております。で今ね一般カードにしているわけなんですけども、ゴールドカードにしてもね、この ANA の JCB のクレジットカードっていうのはスマリボっていうね、あのリボ払いの設定をして、まあ、1000円甘いギフ買っとけばですね年会費の割引はねそれだけで受けられるっていう風になりますんで、まあ、次の更新ではですねゴールドカードにね上げようと思ってるんですけども、今まではですねアメプラをねこの前の動画で解約したって話をしたと思うんですけども、今までアメプラ持ってたんで自動付帯の海外旅行保険ね、まあいらないかななんていう風に思ってたんですけども、まあ、先日解約しましたので、まあ今後はねゴールドカードにしていきたいななんていう風に思っているんですけども、このねスーパーフライヤーズカードを切り替える時のね注意事項が、まあ、いくつかありまして、まずこの SFC っていうのはクレジットカードについている特典なんですよね。ですのでクレジットカードを解約してしまうと、この SFC っていうのもこれについてたら一緒に解約、まあ、破棄されてしまうっていう特典になりますので、まず一番最初にですね覚えておいていただきたいのは、新しいカードを発行してでそれに SFC をつけて、その後前のカードを解約するっていう流れになるんですよね。ですのでまず一番最初にですね覚えておいていただきたいのは、新しい SFC カードが来るまで旧のね SFC カードは解約を行わないっていうことは本当に頭ね入れといていただきたいなと思います。これね、新しいカードを発行してで前の SFC カードを解約するみたいな、まあ、そんなことをしてしまうとですね、この SFC が新しいカードに移ってない状態で旧カードを解約してしまうと、この SFC の特典もね一緒に飛んでしまいますので、この点はね本当に気をつけてください。ですのでまず一番最初は旧のカードをね解約しないっていうことを覚えておいてください。で2番目ですね、新しいクレジットカードを発行しますよね。 SFC がついた旧カードを持ってる状態で新しいクレジットカードを発行するっていった形になります。でそうするとね1週間から10日ぐらいでですね新しいクレジットカードが手元に来ますよね。ですので旧のねあの切り替えたい SFC のカードと新しくね SFC をつけたいカードはね手元にある状態になりますよね。その状態になってから ANA のデスクにですね電話していただくっていった形になります。で ANA のデスクに電話していただいて、 SFC をこのカードからこのカードに切り替えたいっていう旨をね言っていただくと、ANA からですね、またここから7日から10日でですね手紙がね ANA から届きますんで、 SFC の切り替えの申請をね郵送でね行うっていった形になります。そうするとですね、新しいスーパーフライヤーズが付帯したクレジットカードが手元に届くっていう風になりますんで、ここで初めてですね SFC の前のカードをですね解約のね手続きを行うっていう風になりますんで、こういった流れになるんですよね。でこのね SFC の切り替えって結構時間がかかります。だいたいね1ヶ月ぐらいね全部でかかるっていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなと思います。旧の SFC のクレジットカードの年会費の更新が迫っている状態で、まあ、これをやるとですね間に合わなかったらね二重請求食らうっていう風になりますんで、この点はね注意していただきたいなと思います。
でですね、もし ANA-JCB のゴールドカードにですね、これから SFC をつけたいっていう方はですね、ポイントサイトの案件を利用して ANA-JCB ゴールドカードをね、発行していただきたいなっていうふうに思います。クレジットカード自体はですね、普通に発行するだけっていう風になりますんで、ポイントサイト経由で今ね、ポイントインカムさんから特別 URL ね、いただきましたので、ポイントインカムから経由してね、発行していただければ、それだけで4000分ね、ポイント取れるっていう風になりますんで、まあこちらを経由して発行していただいてっていう感じでね、利用していただければなと思います。まあ手元に来たらですね、SFC の切り替えしていただくんですけども、ANA-JCB ゴールドカードを発行する際はですね、ポイントサイトね、通して発行していただくのがね、おすすめっていう形になります。まあこれね、発行、経由していただくだけでですね、4000分もらえるっていう風になりますんで、この4000はね、もちろん現金にも ANA マイル、JAL マイルにも交換することができますので、概要欄にね、詳細に載せておきますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。それでは次に ANA のお客様番号なんですけども、今使ってるお客様番号を変えてもいい人、もしくは変えたくない人もいらっしゃると思うんですよね。で、変えても変えなくてもどっちでもいいよっていう方は、このね、ANA の JCB クレジットカードね、発行する際にですね、こういう欄があります。お客様番号についてということで、これを、記入するとですね、新しいカードのお客様番号がメインカードとして、しかも統合された状態でカードが届きます。ですので、このカードのね、お客様番号で、まあ、ログインしていただくっていった形になるわけなんですけども、これをね、記入しなければ統合されないでカードが届きます。ですので、お客様番号をね、変えたくない方はですね、この欄をね、空欄にした状態で発行していただくと、統合されない状態でカードが届くっていった形になるんですよね。これね、記入してね、カードを申し込むと、新しいね、このクレジットカードのお客様番号、まあ、お客様番号はね、変わってしまうっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、お客様番号をですね、変えたくない方で、統合しないでね、未記載で発行した場合は、後でね、統合する必要があるっていう風になりまして、こちらね、ANA のウェブで作業する方法と、電話でね、申し込む方法、2つ用意されておりますので、まあ、こちらね、どちらでもいいんですけども、ウェブでね、やっていただくと、だいたい2、3日かかるそうなので、この点はね、注意してください。この2、3日の間はですね、ANA のマイレージクラブの機能自体が利用することができなくなるっていう風になりますんで、まあ、その間にね、特典航空券とか発券したいとかね、まあ、そういう場合に利用することができなくなってしまいますので、ウェブでね、やる場合は注意してください。で、電話でね、依頼する場合は、だいたい一晩でね、こちら、統合完了するそうなので、まあ、大体翌日ね利用することができるっていう風になりますんで、まあ、基本的にはですね電話でね利用していただくのがねいいのかななんていう風に思います。電話番号等々はね概要欄に載せておきますので、もしね今後利用する方はそういった感じでね利用していただければなと思います。ということで今回ですね ANA の、Visa Master からですね ANA-JCB の切り替え方法についてね解説させていただいたわけなんですけども、このね SFC の切り替えはね本当に慎重に行ってください。間違えちゃうとね本当に SFC のね資格を失ってしまうまでありますんで、本当にね注意してください。でこれからね ANA-JCB カードを発行する方でスーパーフライヤーズね一般でもゴールドでもねどちらでも、もしねこの JCB カードをね発行されてメインカードにされない方はですねスマリボの登録をして年会費の割引ね受けるようにしてください。一般カードだと1375円だったかな、ゴールドカードだと5000円の割引はねこのJCB のスマリボね登録するのと1回利用するだけで受けることができるっていう風になりますんで、こちらね非常におすすめっていう風になります。私もね先日スマリボの登録と、利用するだけでね割引は受けられたっていう風になりますんで、このね JCB のスマリボっていうのは、まあ、こちらの動画でね解説させていただいておりますけども、ハードルがね非常に低いです。このスマリボに登録するのと、このスマリボっていうのはゆとりコース5000円と標準コース1万円っていうね2つのコースがあるんですけども、ゆとりコースは5000円以上超えたらリボになりますよ、標準コースは1万円を超えたら利用額がね、リボになりますよっていうね、まあ、そういったサービスなんですけども、これね登録して、まあ、5000円だったら5000円以下、1000標準コースで1万円以下だったら1万円で登録して、それ以下の利用であれば
これね、リボ払いの設定はしてるけど、実質はリボ払いにもならないし、手数料もかからないんですよね。にもかかわらず年会費の割引は受けられるっていうね、ちょっとね、よくわかんないサービスなんですよね。ですので、もしね、今後 JCB カードを発行される方で、メインカードにされない方はですね、ぜひね、登録して1回 Amazon ギフト券1000円ね、買っといていただければなと思います。まあ、メインカードにされる方はですね、これね、繰り上げ返済をしないとリボ地獄になると思いますんで、これはね、本当にメインカードにする方は利用しないでいただきたいんですけども、毎月ね、繰り上げ返済できる方はいいんですけどね、基本的にね、メインカードにされない方はですね、これ本当にね、登録して Amazon ギフト券1000円買っとけば割引受けられるっていう風になりますんで、非常におすすめっていった形になります。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。